こんにちは、翔太です。今回は9月18日の後遺症状の更新について見ていこうと思います。ちょっと遅くなっちゃったんですけど、映画銀月がまず来ますね。で、また参加券パック大と小が来ます。で、これ仮想の集いでまた5体のキャラが UR1000 アバターまでやってくるんで、ちょっと後で見ていこうかなと思います。前回私はこの参加券パック大を買ってですね、その時来ていた UR をほぼほぼというか全部取りましたね。なかなかの暴挙だったと思います。で、もう一つが、ウム創生ですね。元宝150、5時間拘束戦争券1枚、120円で手に入るのがおすすめです。で、次にですね、ちょっとこれ未だに私読み方分かってないんですけど、1日に600元宝以上購入すると報酬が獲得できます。で、これなんですけど、600元宝、つまり1200円以上、5日間、計6000円ですね、使うと、超瞬光という、ここでしか取れない SR キャラが手に入るので、それが欲しい方は、ちょっとだけ奥義あるんで、それが欲しい方は、1200円を5日間、こう一気に6000円課金しても意味ないんで気をつけてください。1200円を5日間課金するように気をつけましょう。で、続いてですね、テイクの UR1000 アバターが来るんですけれども、正直このキャラは無理に取る必要はないのかなと思っているんで、割愛します。で、仮想の集いですね。で、今回の仮想の集い、ちょっと微妙なんですよね。というのは、SSR のキャラしか来なくてですね、SSR が UR1000 アバターになったキャラしか来ません。で、特徴だけ言っていくと、まず脅威。このキャラは戦役で、戦役じゃない、闘技場でかなり使いやすいキャラになってますね。私も使っております。で、ソウジも反射キャラとしては、優秀な部類になるのかなと思っています。で、フォレン氏は、封印をばらまいたり、撃砕をばらまいたり、私としては、首相の HP を上げてくれるっていう点で貴重なキャラクター。で、コーチはボスで使えますけど、今となっては取る必要ないかなと思います。で、フォートクは一体に短期に対して大きいダメージを与えたい方にはおすすめのキャラになっております。で、続いてですね、これがちょっと何なのかよくわかんないんですけど、レンの化身で合ってますかね。夜を照らす炎が燃え始め、レンの化身、ナタはまた何かを企んでいる。で、これなんですけど、実はツイッターでですね、このキャラ専用の動画が上げられていたので、ちょっとまずはそちらを見ていこうかなと思います。体はレンコンでできているけど、心臓はちゃんと動いているよ。何するの？急にレンコンになんかなれないよ。この拳、見た？後で合う技になるよ。はい、やたらレンコンになれるとかなれないとか言っていたんですけど、このキャラなんか特別なキャラなんですかね。ちょっと強力なキャラな予感がしているんで、明日のお昼が楽しみになっております。で、次に、みんなお待ちかねの願い返しがやってきますね。最大2倍の元宝が戻ってくるっていうところで、私もようやく願い返し引けるっていうところで楽しみに、引いていこうと思います。今月ちょっと遅かったですね。9月18日にようやく願い返し来たということなので、もちろん3万元宝を貯めている方が多くいると思いますので、明日願い返しを引いていきましょう。今回の注目としては、レンコン言っていたナタですね。あのキャラがどうなるのかっていうのが非常に注目するポイントじゃないのかなと思っております。これで今回の、報酬所の更新で終わりにしようと思います。これからも報酬所の動画をどんどん上げていきますので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。